今回は住みたい街ランキング上位に入る菊陽町沖の4丁目戸建てのご紹介です。まずはエリアの特徴をご説明いたします。商業施設が密集するエリアからは少し離れていて静かな環境にあります。次に周辺環境をご説明いたします。学校区は徒歩14分に菊陽西小学校、徒歩32分に武蔵ヶ丘中学校、最寄りのバス停杉並1丁目まで徒歩9分、夢タウン光の森まで車で5分ですのでとても便利です。それでは外観をご覧ください。築年数25年、建物面積は約30坪の広さです。駐車場は3台駐車可能です。お庭も十分な広さがあるのでガーデニングや趣味も楽しめそうです。では室内を見ていきましょう。玄関は窓が2箇所あるので穏やかな光が差し込みます。玄関収納棚はスペースがあるので靴以外も収納できます。リビング全体が窓に面するため明るく開放的です。ゆったりとくつろげる和室もあります。ゲストルームなど多目的な空間として利用してもいいですね。キッチンはシンクの広さが特徴的です。お料理や洗い物もスムーズにできそうですね。水回りを洗面台、バスルームと続けてご覧いただきます。それでは2階を見ていきましょう。2階は3部屋あり、すべて6畳です。各部屋に収納スペースがあるのでお部屋がすっきりと片付きます。駐車場3台、静かな環境で、商業施設も近く、住みやすい家、菊陽町沖野のご紹介でした。どうぞお気軽にコーナーネクセルまでお問い合わせください。